するしない？それでは今回の匠ご覧ください。開始してください。皆さん手配を開けてください。トンさん、ペーチャ、トラガ、ウーピンでございます。あらお顔で判断していただければそれ以外がまだちょっとあるんですけど、まあでもこれは、はい、まあ、今のところね、ヤクザさん、ちょっとこいつみんなイヤホンしてるんで大丈夫です。ヤクザさんっていうのは何か重ねるってことですね、はい、まあ、これの、ね、これこの時のチュントン初のカチタルヤ半端ないですよ。カチタルヤこれがってことは重ねろ。おほほほほほいや、ここの中こんな感じなんです。おほほほほ、この中はこんな感じ。いいですね、はい、漫画のキャラクターですよね。今打球腕から行きましたね、はい、まあこれはもう言うことないじゃん。まあ球腕しか球ないじゃん。ないじゃん端っこだし。そうですね、1、2、3、4ブロックなんで、うんうん、あとは重なった後って残りってどれぐらいまで持つんですか。まあ廃止だですね。あ、例えばあの、例えばこれのパーツができちゃえば残すし、はい、できなかったらなんかできにくいとはパーピンあたりとかを切っていく感じでも。そうですね、そうです、うん、これまだハズは出てきない。これでもう大体ほらできちゃったんで、急速、ね、はい、とかね、とトンチュンを変えるためと、あと、うん、やっぱりトンチュンハズって持ってる人が僕がトン切っちゃうとトンから切るわけですよ。まあまあそうですね。で、残しておけば、まあ、ランダムに外せるかもしれないです。ああ。だから、もう。そういう考え方、なるほど。形ができたら、もう、この辺、この辺を切っていくんですね。で、ここはまあ、危険の時にそんな大差ないんですけど、まあ、どっちがいいですか？おとなしめに、うんうん。普通は、外側からみんな切っていくじゃないですか。そうですね。9や8だったり、1や2だったり。まあ、ちょっとおとなしみに、まあ、どっちでもいいくらいですけど、はい、まあ、一応3よりは目立たないですよね。そうそうそう、うん、パーティーを選んだ今回も全力で上がりのね、道筋、漫画への道筋を、はい、まあ、これ急速からも仕掛けちゃうんですけど、はい、あの急速からも行くんですか。あ、もう当然仕掛けます。やめるからだとまだやめておきますけど、あ、やめはまだ、例えばこれ急速1枚するした後に発音鳴くと、はい、残り急須1枚しかないんですよ、うんうんうん、結構重たいじゃないですか。ウーピン1枚、やっぱこれ3枚使いたいんで、ウーピン出にくいし、はい、急須1枚潰して残り1枚の急須にかけるとちょっと重たくなっちゃうんで、うんうん、これはもう出れば急須から仕掛けますね。はい、本ができるものは仕掛けていく、はい、これはもういいことないですね。あと早く初作ってくるんですけど心の中で連呼チュンでした持ってないかもしれないですけどね持ってないかもしれないですけどなるほど、まあ、そう思いながら、はい、ことを祈りながら、祈りながら、まだチェーン引いてもいいよ、まあ、いらない。他の方ね、ウーワンだったりローマン早い、確かに自分の手がいいですけど他の人を見てなかったはい、でもそれくらいまず自分の手を大事にされてる、まあ、これ大体あんま降りないんで、はい、ここで早くもリーチが入りました、はい、上茶リーチ、ピン切りリーチ、うん、これは、はい、まあ、ちょっとあのあんま見てなかったんだよね、うん、まあでもそんなにあの、はい、見てたからって明らかに、例えばローマと3ワンの切り順だったら、多分ね、僕3ワンはつもりだったような気がするしてるんですけど、でこれは気のせいの可能性もありますし、自信ないですだけど、まあそんなに、うん、そんなに大差ないんですよ、見てなかったところで。いきますか。はい、まあ、これはさすがに一発で打ちたくないんで、はい、安全の高いところから切りますけど。まずはね、はい、2枚入れのチューンから。でも前に出ていきますよね、これ。いや、これは出てきます。お、なぜなら、まあ、ドラさんっていうのが大きいですね、赤、うん、赤は。やっぱり、押す基準として、あの、いろいろ芯があったら、これでより押せるようになったわけです。それはどうして？あの、打った時に、打点の幅が自分からドラが見えてる方がやっぱ相手高くない可能性が高くなるわけですよ。そこが意外と大事で、はい、持ってないから、ただ別の要素といえば今トップ目だから、あ、そうですよ、あのリスクを負いにくい状況でもあるんですよね、うんうん、そういう要素あるにせよ
まあ、それも一つの基準であり、あとドラが何枚見えてるか、相手の打点の、まあ、想像できる幅みたいなのもあって、それを、まあ、アナログに、まあ、それも感覚値なんですけど、感覚的に測りながら将来の変動幅とか、これで例えばラスマだったら多分いかないですよ。あー、そういう4曲だからいける、はい、そういうさっきも言ったね、残りの曲のね、そうですね、それを含めて、はい、まあ、それも全部感覚値ですけど、まあ、麻雀って結局感覚的な期待値を求めるようなゲームなんで、まあ、結構アナログな部分多いんですけど、まあ、情報を正確に取り入れてあげて感覚判断する。でこの手はまあ結構いい手なんですよ。そうですよね、はい、降りたらほぼマイナスを受け入れるだけなんで、うん、まあ、自分の上がりでね、行くぞと、はい、行く気持ちで言えばありますね、はい、まあ、今後ね、気配の進み方だったり、他の人も来たらもう一人いただいたりとか今、急増が出てきても仕掛けるってことですね。仕掛けます、はい、ピーチ入った後も数値移送って仕掛けるんですか。数値移送からまだちょっと仕掛けないですね。仕掛けたくない、はい、箱は安全牌、まあ、一応ね、安全牌まずはね、まあ別に降りるつもりはあまりないんですけど、はい、まあ、仮にこれ絶対に行く、例えばオーラスで、はい、まあ、ラスメがマガガタトップみたいな状況だったら急がで行くかもしれないなるほど、はい、置かれてる状況でね、はい、判断が、はい、変わりますね。この局面ってやっぱり他の人が打っても別に悪くないんで、自分がもし急がで当たりだった時に、はい、まあ、自分から打つこともないでしょうと。ここですね、これがちょっと悩ましい、はい、これ手3は現物なんですけど、はい、自分が上がりしたときに、なんか、この連続系から伸びて、3、4、5、6の満足。例えば、急走、急走切ったりして、上がる可能性も見たいんで、ここちょっと悩ましいんですよ。はい、イーストが当たる可能性あるのは分かってるよ。当然分かってるんですけど、イーストぐらいだったら、行かせてくれないかな。トンはどうですか？ちゃうかな、みたいな。まあ、トンもありですね。トンもあり。トンはまだ重ねたいです。だからもう自分がね。この3つですね、今。なるほど。これちょっと悩ましい。悩ましいところですね。太郎さんの判断はどうなんですか？で、これ何が正しいか僕は分かってないです。明確にそれは出てきにくいことです。宝珠、はい、が悪とも思ってないです、僕は。これをここで諦めるのはもう悪であって。太郎さんにとっては、はい、まあまあ、諦め、サブローを諦めればさ、いい目的であって、最悪ね、はい。諦めるというか、まあ、自分の将来の方向性少し狭めますけど、はいはい、現物で。いや、まあ、めっちゃ悩ましいな、これ。お今回は確実に、まあ、リャングワンは通りやすいんで、後にリャングワンはいいんですよね。はい、スチールはまだ遠くなくて、うんうん、まあ、イスワンもか。後のイスワンで宝珠なんてね、これ3は来ちゃったり、スチールはイスチールの数字で宝珠なんてことはやってないわけですよ。すね、はい、3はワンチャンスで取ってない。これで数ワンが取ったら3ワンでいいかなって思うんですけど。あ、数ワンもし、まあ、数ワン取ってないんで。だったり通ってれば。やんちゃね。イスワンぐらい。やんちゃに。いいぞ、二論の声。手が止まって固まりました。け。これでも手冷めるじゃん。ほんと、なんか、あまりこう、傷は深くないです。傷深くなかったですね、まあ。たまたまですけど、はい、たまたまですけど、ドラ4枚見えてるってことが、やっぱり大事だった、うんうんうん。そうですね。残り3枚のドラ、この山の残り枚数からして、はい、ちょっとあとずつ、僕あとつけてもらったんですけど。いや、でもその時の思考ありましたからね、はい、おっしゃってくれちゃいました。残り3枚。3枚のドラのうち何枚も、うんうん、3枚持ってる可能性は高くない。ゼロでしたしか。ラッキー。まあ、ない操縦ですよ。結果的には。これはね、自分が攻めに回って、はい、受け入れを大きくしていくための選んで、悩んで、大印象が、まあ、結果としては。まあ、いいかどうかはちょっとね、微妙ですけどね。タブさん的には OK だったと思う。まあ、僕的には仕方なし。うん、まあ、全然気にしないってことですよね。じゃあ、皆さんって早く行ってみましょう。今回は上茶の上がりとなりましたが、リーチが入っちゃったんでね。そう言ってたら分かんないですけどね。週の時青来てくれたらまた次は別の未来があったかもしれないし。俺の上がりがなかったかもしれない。どうしたことか分かんないですけど。分かんないですけどね。いや、でもこれで読み方として攻める、こう展望を持った後でもしっかりこう行くべきところは、太郎さん前に出て、宝珠が悪だとは思わない。まあ、悪のこと。まあ、別にプラスではないですけど、うん、まあ、必ずしも悪とは限らず、まあ、宝珠はしかも結果でしかないんですよね。はい、例えば、上がり、めっちゃ綺麗なピン3色上がるのも、宝珠するのも、ある意味運なんですよ、麻雀。うん、この、
結局全部偶然で、どの偶然を取るかっていうゲームなんで、まあ割のいい偶然を取っていくゲームな上で、まあたまたま報酬した、うん、この報酬のリスク、報酬のリスクと結その後の展望推移、報酬した結果による失点のリスクが適正だったかっていうことが一番大事であって、今回ドラマにとってかなり適正な、まあ、これは結果から言えば結果適正で、あ、はい、なんですけど、僕はあの切る前の判断としては自分の上がりを強く見た結果見て急を切る方が、まあ、期待値がプラスなんじゃないかという判断で切ったわけですね。だから、まあ、それが間違っているかもしれないけど、それは後でゆっくり一人で反省会する場合になって、いやでも佐藤さんはこのバランスで、ね、はい、普段からおかしいな、そうですね、こういうバランスで言ってますね、はい、さあ今回は前に出た結果報酬とはなりました。裏もならず1300、まあ、それはついてましたね、うん、ラッキー、はい、いろんなラッキー重なって、はい、ただこれが報酬したのもある意味アンラッキー、そうか、報酬したことになってる、そうですよね、だけど裏がなかったのはラッキー、ラッキーまあラッキーとアンラッキーがいい、はい、まあ、部分的には、まあ、なんて、部分的なラッキー、部分的なアンラッキーっていっぱいあるんですよ。繰り返しますよね。だから自分のアンラッキーだけを嘆いてもしょうがない。お嫌いなんですよ。裏から乗んなかったらついてね。いや、そんなことは、そこを一部分聞いてればついてないかもしれないけど、まあだってそれだけじゃないですか。ね、ついてるとこだってね、ラッキーだったところも見逃さずにね。はい、大事なお言葉またいただきました。太郎さん、ありがとうございます。この後ね、乱入でございます。はい。トップ目の太郎さんが、この後どんなゲームメイクをしていくのか注目してまいりましょう。ご視聴ありがとうございました。次回もお楽しみに。